エリック・ゴンザレスは、ドミニカ共和国プエルトプラタ州プエルトプラタ出身の、プロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のピッツバーグパイレーツ所属。愛称は、守備が上手いことから、クリーブランド・インディアンス時代に、球団通訳が名付けたスペイン語でストッパーを意味するら、パリータ。クリーブランド・インディアンス時代2008年に、クリーブランド・インディアンスと契約して、プロ入り。 2009年に参加のルーキー級ドミニカンサマーリーグインディアンスでプロデビュー61試合に出場して打率24827打点14盗塁を記録した2010年もルーキー級ドミニカンサマーリーグインディアンスでプレーし64試合に出場して打率3461本塁打27打点9盗塁を記録した 2011年からアメリカ本土へ渡り、この年はルーキー級アリゾナリーグインディアンスで41試合に出場して打率。258日本塁打14打点5盗塁を記録した。2012年は A-9 マホーニングバレースクラッパーズでプレイし60試合に出場して打率。220日本塁打18打点9盗塁を記録した。 2013年は A 級レイクカウンティキャプテンズと A 級カロライナマドキャッツでプレーし、2球団合計で132試合に出場して打率。254、9本類打76打点、11盗塁を記録した。オフの11月20日に40人枠入りした。2014年は A 級カロライナと AA 級アクロンラバーダックスでプレーし、 二球団合計で105試合に出場して打率。309、4本塁打、62打点、21盗塁を記録した。2015年は AA 級、アクロンとトリプル A 級、コロンバスクリッパーズでプレーし、二球団合計で137試合に出場して、打率。255、9本塁打、69打点、18盗塁を記録した。 2016年はトリプル A 級コロンバスで開幕を迎え7月14日にメジャー初昇格を果たした7月16日のミネソタツインズ戦でメジャーデビューこの年メジャーでは21試合に出場して打率313の成績を残した2017年は60試合に出場して打率2554本類が11打点1盗塁を記録した 2018年は81試合に出場して打率、265、1本塁打、16打点、3盗塁を記録した。2018年11月14日に、マックス・モロフ、ジョーダン・リュプローとのトレードで、ターマージ、トーマス、ダンテメン・ドーサと共にピッツバーグ・パイレーツへ移籍した。ありがとうございます。